皆さんこんにちは。今日の献血なんてどうは、もうちょっと後ろに見えてますけど、ね、東京スカイツリーに来ています。実はですね、スカイツリーの中にも献血ルームあるんですよ。あんまり知られていないかもしれませんけれど、とか言って僕も今日初めて来ました。超楽しみですね。いや、それにしても今日はスカイツリーを見上げるのにはもう絶好の青空ということで、超気持ちよく今撮影をしています。さあ、スカイツリーの中の献血ルーム、一体どんなルームなんでしょうか。早速行ってみましょう。大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、いかがだったでしょうか。もう献血が終わってすっかり暗くなってですね、スカイツリーも綺麗にライトアップされています。
さてルームの中なんですが、まあ、僕もあの献血仲間の写真とかでちょっと雰囲気は知ってたんですけれど、まあでもそのイメージ以上に、まあ、なんていうかこう綺麗というかですね、まあ、綺麗ってちょっとあまりにも漠然としてるんですが、こう白木町でシンプルで、かといって全くこう事務所的な無機質な感じはなくて、すごく広々していて本当にいいルームでした。またちょっとこう特徴的なのは、あのカップのドリンクベンダーみたいなですね、自分でこうドリンクを取るという機会が一切なくて、なんとこうカフェカウンターがあって注文するとスタッフさんが入れてくれるっていう、こうなんかこうカフェをこうイメージしてる献血ルームっていうのは結構あって、カフェカウンターみたいなものはあるんですけれど、でも本当にそこでドリンクが出てくるというのは今回初めて見ました。ちょっとびっくり。あとこうロケーションはですね、何せあの空町の中にありますので、電車でいうと東京スカイツリー駅からそのまま建物の中を通っていけるということで、まあ、駅直結とはいうもののこうエレベーター1回乗り換えたりしなきゃいけないですから、すぐに着けるというわけではないですが、空町の中を抜けていろんなお店を見ながら10階まで上がると、そこにはこうもう周りの景色が素晴らしいルームが登場するということで、いやもう本当にいいルームですね。今回もルームのスタッフの皆さんに撮影を許可いただいて、またこう撮影中はですね、なるべく音立てないようにとかってすごく気を使っていただきました。本当にありがとうございます。この場を借りてお礼を申し上げます。この動画をご覧になって、あ、ぜひフィールに行きたいなというふうに思った方はいいねをお願いします。また他のルームもご紹介していきますので、もしよろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということで今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の献血なんてどうでお会いしましょう。ありがとうございました。